クワハラ・ライアン・ハルオは、カナダ・オンタリオ州ハミルトン出身の元日本代表の現役アイスホッケー選手である。カナダ名は、ライアイ・クワバラであった。現在は、日本国籍を取得。185センチメートル、91キログラム。父親が日本人で、母親がカナダ人。ウエスト・マウント高校卒業。1990年。 NHL モントリオールカナディアンズより第2位ドラフト指名。1994年、来日四国土に入団。1997年12月、長野オリンピック直前に日本国籍を取得し日本代表に選出された。1998年、長野五輪に出場。国土在籍中は優勝決定試合でハットトリックを挙げたこともある。 2001から2002シーズンをもって国土を退団。2002から2003シーズンによりイギリスのベルファストジャイアンツに移籍。2003から2004シーズンによりクレインズに移籍した。2003から2004シーズンの第1回アジアリーグアイスホッケーで15得点という活躍で最多得点選手となり MVP に選出。2007年のプレーオフファイナルでも4試合で7ポイントを。 上げて優勝に貢献した。2007から2008シーズンをもってクレインズを退団。2008から2009シーズンによりハイ12席。2008から2009シーズンをもってハイ1を退団。彼も大きな体を活かしたフィジカルプレーで活躍した。国土時代にはのプレーオフではレギュラーシーズンでの不調がまるで嘘のように大活躍することから、 ミスターファイナルの異名を持っていた。臨床性に欠けており、来日当初はカナダより大きいリンクで、彼より小さい日本人のパスをつないでいくスタイルのホッケーに戸惑いを感じていたが、徐々に本領を発揮し2003から2004シーズンに最多得点選手となり MVP を獲得した。トレードマークはヘルメットからはみ出たドレッドヘアー。 そのトレードマークと関連しているのか、好きな動物はライオンである。ありがとうございます。